てかさ、最近自分の配信とか、聞き直したり、まあ、たまにするんですけど、まあ、こういうところ、今この喋り、なんか話し方良くなかったなとか、たまにするんやけどさ、俺の笑い声さ、ミッキーマウスじゃない？ほんまに。もう最近思ってきたんやけどな、俺夢の国で働いてんちゃうかなって。マジで。このディズニーランド？あ、また出た。もうこれが嫌やね。母って。なんやねん、母って。あ、いや、あ、もうあかんわ。もうあかん。じゃあもうこれでね、いつからこうなったんかわからんけど、あ、でも昔からかな。あんま覚えがない、記憶は。普通、ははははははって。じゃあ俺も笑いたいね。ははって、行き止まんねん、一回。って。声が止まるんよね。ははからの。だから、その、あれ、次に出ることがないんよ。でも、笑い方って変わるらしいんですよね。なんか、実際ほんまに、自分の笑い方が嫌で、YouTube で検索したことあったよね。笑い方変え方みたいな。なんか、その人なんか、その笑い方を真似するのが一番いいって書いてたんやけど、実際こうやってみたらね、全然できないんよね。笑ってる時、って。俺？サイコパスやん。あ、これね。そうやね。友達、もう一人の俺の友達はね、某なんとかさんですけど、あいつはもうゲラやね。どう考えても、もうマジで意味わからんところでつぼるから、じゃほんまに、え、これ今のおもろかったみたいなところでつぼるから。でもバニも結構ゲラやでな、あいつの。あ、でも、俺バニの笑い方はね、ちょっと変わったんじゃないかなって、俺はちょっと思うんやけど。バニね、ちょっと変わったよ、笑い方。いつからかはわからんけど、気づいたらちょっと変わってたんよな。あれ、バニってこんな笑い方してたっけな、みたいな。バニは最近逆に本性出てきてるんかもしれない。もうバニは、今はもう、ガハハハハーって、笑ってる感じ。バニは、やっぱ、イケボやね。ムカつくけど、ムカつくけどね。腹立ちますけど、イケボ枠ですよね。でさ、最近分かったんやけど、最近ね、分かったんやけどさ、ナルセもイケボやね。やっぱ。こんなん言ったら怒られる感じだけど、なるせ、まあ、イケボの時イケボやわ。それで飯食う。いや、そうやねんけど、違う、でもさ、歌ってる時のなるせと俺らと遊んでる時のなるせ全然ちゃうわけやん。まあ多分言うたら、もうだって俺らと遊んでる時のなるせ、えいーとか言って、なんかもうなんかチャラけてるやん、言ったら。だからさ、なんかイケボっていうそのイメージがなかったんや。そう、やっぱ規制上げてることが多いからさ、特になんか、でもあいつも人によって話し方とか、そういうテンションの違いとかあるんじゃない？やっぱ DAD で父さん、あ、そう、 DAD の時で、そういうああいう落ち着いたゲームで、なんもない時、父さんって。いや、でもナルセ、うわ、ナルセはやっぱちゃうわ。俺の中のイメージはもうそういう、なんやろ、ほんまみんなごめんやけど、歌ってそのラッパーとしてのナルセじゃなくて、マイクをかぶりついてるナルセが俺の中のナルセやわ。もうあの、音割れしてる時のナルセが俺の中のナルセやねんな、ほんまに。いや、ほんまみんなごめんやけど、ガーってマイクがバグってる時が一番俺のなる。あれがいっちゃん好き。マジで、俺はあれがツボやね。その、クソおもろい、あれ。正直。一
ちゃ好きやわ。あ、靴下か。ほんま、え、靴下ど、靴下ね、靴下ね、ね、あれ靴下、うん、使った。